はい、どうも、こんにちは、さくやです。今回ですけども、こちら、サイレントアサシンスーツオンリーっていうのをね、北海道で撮ってなかったので、こちらやってみたいなと思ってます。前回、サイレント忍者とね、サイレントアサシンはやったんですけど、スーツオンリーはやってないので、こちらやっていこうかなと思います。ってことで、逆位。特にアイテムは必要ないかな？拾うアイテムは使うんですけど、こちらやっていきます。プランニングだから、このままでいいですね。では、行きましょう。さあ、では起きましょうか。ご案内します。ガマ病院の室内着には、最初からもう殺す方法言ってしまえば、あ、なるほどなって分かってしまうんですけど、見ていってもらえればいいかなと。防犯カメラはね、後で壊すので、そこは映っても気にしなくていいかと思います。ここ実は降りられるんですね。めっちゃ人いたけど何も言わなかったね。はい、ではここのね、ニューロチップコントローラー定番で拾って帰ります。で、戻りますね。登ります。さあ、ではでは、役立たずね。くせ。まずはね、山崎さんから、仕留めようかなと思います。ここ出られますので、こっちから行きます。一応大丈夫だと思うんですけどね。ここ見つからないようにしましょう。で、ここ登ります。でも一応ここにカメラあるんでね。で、ここから入りますと。そうするとですね、はい、見覚えのある感じですね。サウナの温度を上げたら、こっちに行きます。あとはね、ザキヤマさんが来るのを待ちます。はい、もうこれでね、お分かりかと思います。サウナで、蒸し風呂状態でね、暗殺します。なので一応ザキヤマさん来るまで、スキップします。はい、ザキヤマさんが現れましたね。ユキ・ヤマザキよ。元暴力団弁護士で、今はプロビデンスの要員。はい、アホなんで。ちょっと何、開けなさい。何してんのよ。出しなさいよ。出してったら、ちょっと。はい、仕留めましたですね。次、エリック・ソーダースの番よ。ここですね。また見つからないように行きましょう。気をつけてね。偶然にもカメラには映らないけど、関係ないですね。さあ、もうここまで来たらなんとなく、お分かりかなと思います。
様っている。どうして、どうして今まで気づかなかった。彼女たちにも伝えてこよう。まあ一応セーブが入ってますので、失敗したらロードしましょう。ソーダースに移植される特殊な心臓、彼が ICA を裏切った理由よ。黒い雲が広がってきた。逃げられるはずがなかった。ああ、私は一生このままだ。ジェイソン・ポートマンさん、入り口までお越しください。担当の医師がご案内します。繰り返し、ジェイソン・ポートマン。見事な作戦だわ。ソーダースはすでにオペ台の上、心臓を再手配する時間はない。直接手を下すことなくターゲットを確実に始末した。これでもう ICA を裏切ろうなんて誰も考えないはずよ。全ターゲットダウン、用は済んだわ。脱出して。ということで脱出します。ここ一応外にいるかもしれないので気をつけていきましょう。いませんね。で、あの二人が、徘徊しますので、その隙を狙って脱出します。はい、これで、スーツオンリーのサイレントアサシン、チャレンジ達成できるかと思います。はい、ということで、サイレントアサシンのスーツオンリー、取れたかなと思います。まあスコアはまあ、サイレントアサシンあるからまあいいんですけど、もうちょっといけたかなっていう気はしてるんですけど、こんなもんでしょうか。はい、ということで、ぜひね、スーツオンリー、忍者もやったんですけど、まあ一応戦い方法は同じでしたが、ね、一応チャレンジャー取れなかったんでね、はい、そんな感じで、ぜひ参考にしてやってみてください。よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。